人、物、金をテキサスへ。 CCIM のルークです。アメリカで夏休みシーズンが到来し、旅行需要が高まっています。今日7月4日の独立記念日に合わせて、旅行する人が過去最高の5070万人になったということです。新型コロナウイルスの収束で拡大するリベンジ消費へ、勢いは未だに衰えません。アメリカでは独立記念日に合わせて旅行する人が多いです。学校の学期を終えた学生などが帰省するなどということもあって、全米で本格的な旅行シーズンが始まりました。全米自動車協会 AAA は6月30日の金曜日から今日7月4日にかけて、約5070万人が自宅から50マイル、約80キロメートル以上移動すると予想しました。新型コロナウイルスの感染が拡大する以前の2019年の同時期を上回ります。 AAA は航空機を利用する旅行者が417万人になると見込んでいました。2019年に比べると 7% 増えます。祝日前の渡航ラッシュには悪天候が重なって、航空便の遅延と欠航が相次ぎました。私も6月29日のフライトが6時間以上遅れて、30日の早朝にダラスへ着きました。航空会社からは150ドル、日本円で約2万2000円のクレジットをいただきました。6月30日はユナイテッド航空による運航便のうち 45% にあたる1300便以上が遅延したということです。物価高やティケット代の高騰にもかかわらず、航空需要は堅調です。デルタ航空は6月27日、来週に発表を控える2023年4月から6月期の業績予想を引き上げました。デルタ航空のエド・バスティアン CEO は CLB に対して、航空旅行への需要はご存じの通り桁外れだとコメントしました。さて、このアメリカの独立を祝うインディペンデンスデー、今日はアメリカの247回目の誕生日をお祝いする日となります。アメリカがイギリスからの独立を宣言した日、1776年、アメリカは当時世界最強の海軍を持っていたイギリスに対して、フランスをはじめオランダやスペインなどからの援助を受けて、内陸部での粘り強い戦いで勝利を収めました。そして、アメリカ東部13州の代表がフィラデルフィアに集まり、アメリカの方向性を決定するための会議をし、トーマス・ジェファソンが中心となり、近代初の自由と平等の理想を明文化したアメリカ独立宣言の文章が一般に公開された日が7月4日です。下の説明欄に、何年前ですかね、5年前のブログ、独立記念日と花火のリンク先を貼っておきます。ここテキサスの独立記念日は3月2日です。アメリカの独立記念から60年後の1836年3月2日にテキサス共和国がメキシコから独立しました。独立記念日といえば花火ですね。花火は日本では普通に購入できますが、火薬を使うためアメリカでは規制が厳しいです。ここテキサス州内では元旦とこの独立記念日7月4日、
そしてテキサス州の独立記念日3月2日、それにメモリアルデー、これは5月最後の月曜日ですね。こういった日のみ花火が合法となっています。それ以外で花火を見ようと思えば、例えばディズニーランドのようなテーマパークに行くとか、スポーツ等のイベント会場でしか花火が見れないという状況です。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録よろしくお願いします。